池は大韓民国の軍人評論家経営科学博士カンボンボド出身韓国人の国民情緒法に反する発言により、新日などと批判を浴びている一方で、竹島問題などに対する日本側の主張に反対している。自局診断2004年8月号で、日程強制占領下の新日反民族。 好意心早急名に関する特別法推進に対する主張を発表。2005年4月ホームページ上に慰安婦問題を解剖するという論文を発表。韓国挺身体問題対策協議会はこれらに対し挺身体の女性たちの名誉毀損と人権侵害の責任を問い法的対応をしていく考えとの声明を発表した。2005年4月18日には 歴史的事実を明らかにし、自分の名誉を回復するために、個人的羞恥心を乗り越え勇気を振り絞って、集会に参加している被害者たちの胸に再びナイフを突きつけた。日本右翼団体の論理で持って、被害者と被害者たちを支援する団体の名誉まで、既存したなどとして、名誉既存で、ソウル中央地検に告訴した。また、計1万円ホームページには、抗議が相次いだ。 AB 韓国陸軍元大佐、反日で中国にすり寄る僕国大統領は、愚かザックザック2014.9、11?ABCD、一部政治家の越見新日報を、通列批判の軍事評論家 ABC、水曜集会の元ヤンフ女性は偽物軍事、評論家の随筆が、ハモに ABC 値一万円し、偽のヤンフ疑惑を提起、ハモに広がる、 中央日報2005.0414低身体対策協偽物慰安婦発言1万ウォン氏を告発挑戦日報2005年4月18日東亜日報 http コロンスラッシュスラッシュニュース .donga.com スラッシュ3スラッシュオールスラッシュ20081120スラッシュ8660324スラッシュ12015年8月16日閲覧 白紙広告事件は、2008年10月、真実和解のための過去市整理委員会が2年間にかけて調査した結果を発表し、中央情報部が主導して、広告主に圧力をかけたことが、明らかになった。出典 <展 S 1>。ytn http://www.ytn.co.kr/.ln 010320計810兆2918億5531万27982015年8月16日閲覧。軍は宿軍作業に着手せよ。大北問題を見直せ。ありがとうございます。